シャチは広大な海の生態系において圧倒的な強さを誇る海洋生物です。人間を除いて天敵はこの世に存在しないと言われています。体長はオスで約7メートルから8メートル。高度な知性と身体能力を併せ持ち、地球最大の動物であるシロナガスクジラですら餌にしてしまいます。背びれはオスで体長の約4分の1に達します。これはメスの背びれの約3倍もの大きさです。この違いはシャチの性的二系の一例であり、シャチの社会的作用や配偶行動において重要な役割を果たしていると考えられています。シャチの背びれには骨はなく、コラーゲンという繊維組織で形成されています。背びれは柔軟性があり、水中でバランスを保つ役割を持ちます。高速移動や急な方向転換において効果的に使用されます。しかしながら水族館では背びれが曲がっている個体が非常に多いです。この理由は限られたスペースでの活動による運動不足や水槽の構造による水圧の違いが原因とされています。運動不足により背びれを支える筋肉が衰えることやストレスなどが変形してしまう原因だと考えられています。特にオスのシャチはこの症状が顕著に現れます。水族館ではこのため積極的なシャチの飼育環境整備や健康チェックが常に求められます。今回はちょっといつもと違う解説風にしてみました。どうだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントお願いします。チャンネル登録も良ければ。